はい、どうも、毎日高難易度チャレンジ挑戦系 YouTuber の邪神と申します。今回挑戦するチャレンジがこちら、憑依ガノンとの戦いと。これ憑依ガノンってなんだっけと思ってね、昔の動画ちょっと漁ってたんですけども、なんかテラコに厄災の怨念がまみれて、なんか手とかね足とかがなんか生えてくるみたいな、そういう感じのやつでした。まあ、ほんとね、1回ぐらいしか戦ったことないから、まあ、どんな攻撃してくるかっていうのはあんまりわかんないですけども、まあそこら辺はね、僕のこのプレイングで、まあ、カバーしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。で、使っていくのがリンクですね。はい。リンクが一番手っ取り早いよな。まあ、インパかシドっていう、まあ、選択肢もあるけど、まあまあいいでしょう。料理が、まあ、回避性能を上げとくか。うん。ちょっとね、敵の動きが分かんないときは、回避性能上げとけば、なんとかなるという僕の持論があるんですが、で、回復がなんかないみたいな感じだったよね。まあ、無難にダメージでも上げとくか。まあ、これとこれでいいや。行こう。さあ、憑依ガノン。制限時間もあるけど、まあ、制限時間は正直、多分、関係ないでしょ。回復ないってのが、やっぱり、肝ですね。さあ、来ました。おお、ここか。いきなり、わかんねえ。ただ、そこの隙は俺は逃せない。で、ここ待って、早く、で、ビタロック。あ、これわかった、もう。もう、こいつの弱点わかりました。あー、待って、今、ミスった。あ、しかし間に合っていく。スマッシュ。5分か。5分のうちに。さあ、何来る？なんだその攻撃。ただ、わかってる。は？なんで？ガードブレイクないの今の。今のガードブレイクないのおかしくね？まあいいや。さあ、OK？わかんねえ。こんな攻撃してくるっけ。お、わかんないっす。ただこれは隙があるから殴っていける。なんでも、待って、今入んない。しかもダメージ結構えぐいし、こいつ来た。これ弱くねえ。でももう死ぬぞこいつ。死ぬはしないけど、これの連続でしょ。 OK、憑依ガノン大丈夫かお前。あと2回ぐらい、あれ決めたら終わるわ。これ好き。オッケー。で、これで、ダメか。何わかんないわかんない。あー、なんか来てる。ただ、好きだらけで弱くねこいつ。大丈夫かお前。もっと頑張らないと。なんかラッシュ入った。天才か今の。うえー、終わった。終わりこれ。もしかして終わりですかガノンさん。嘘でしょ。終わった終わった。え、あっけなさすぎでは。終わっちゃったよ。はあ。ただお、合成経験値アップ、これいいっすね。クリア、終わった。マジか。なんかね、あっけなく終わっちゃったんで、今回は2つチャレンジいきます。もう一つがこれ、異様な存在。はい。まあ、この、怨念の、なんだろうこれ、ダークリンク的なやつ。ダーク英傑がね、こうやってくるっていう。で、これ武器なんだけど、なんか、マスターソードだと、確定でなんか、シールド削りがあったような気がするんだけど、どうだったっけな。一回ちょっとマスターソードで、挑んでいいですか。で、どうなんだろう、重心でも削れるのかな。まあ、一応マスターソードつけとくか。で、まあ、料理はいいや。料理いいや。食わなくて。多分勝てるでしょ、リンクの火力なら。さあ、行きましょう。やっぱりな。お、削れる。待って、動き遅っ。動き遅すぎて草生えるけど。しかし、まずは一発と。え、終わり？お、待てよ。地味にさ、あ、でもこれ強くない？これさ、あれなんだっけ？あれ。剣ビームがあるからさ、これさ、一網打尽できるんだけど、やば。あー待って、最悪。うわ、今の、何食らっちゃったんだろう。まあいいや。これでちょっと剣ビームがなくなりはしたが、はい、OK。で、終わり？
これ味気ないぞさっきから。大丈夫か。で、あとリンクでしょ。来るか。幻影が現れた。よし。いった。え、お前そうだよな。なんでお前耐えてきた。え、嘘だろ。嘘だと言ってくれよ。嘘だと言ってくれ。え、大丈夫かこれ。おい、尺が、動画の尺が。武器はあんまりいいのが手に入らず、回避性能。ほう。え、さあ帰ってきたが、お、これはアストルとの戦い。またお前か。おー、なるほどな。以前動画上げた時にもう終わりかなと思ったけど、これがラストか。ちょっとね、僕気になって、この、なんか、憑依ガノンとの戦いで、その武器集めとか、そのレベル上げっていうのができるんじゃないかと思って、まあね、1時間ぐらいやってたんですけども、その結果が、はい、こちら。リンクが99と。あと、ね、僕の好きなこのシドも82に上げたんで、これでね、まあこのダンジョン、すごい簡単なんで、短時間で終えられて、しかも武器も入るし、レベルも上げられると。ちょっとレベル上げに困ってる人は、ここでやるといいのかなと思います。で、ついでに、このリンクさん、今まで使ってた重心の剣なんですけども、今までね、こう3つだけだったんですけども、やっとね、この攻撃速度 5% アップが来たんで、これをつけてね、こんな感じで、あれしました。はい。で、レベルもちょっと上限解放して、まあ、ゆくゆくはね、レベルマックスまでちょっと育てていけたらなと思ってるんですけども、まあ、おそらくこのゲームはね、攻撃速度が一番強いと思うんで、まあ、これがおすすめかなと思います。じゃあね、ちょっと経験値もね、あと1回戦ったら100レベルいけるんじゃないかってことで、いきましょうか。うん。本当は次の動画にしようと思ったけど、尺的にちょっと、あれだから、アストルとも戦うわ。多分、楽勝。もう、多分楽勝。もうアストルさんは、今までまあ2回か3回ぐらいか戦ってきたの。もうね、体が覚えてるんで。はい。さあ行きましょう。さあもうレベル差がね、もう、あれなんで、歴然なんで、早い。早すぎる。さあしかし、ガードは削れない。あ、こういう感じか。あ、待って。これさ、マスターソードの上だったんじゃないこれ。そっか、こいつ出してくるか。ただ、動きは遅いぞ。いや、邪魔すぎる。しかも、勝てるし、意外と。かわせねえか。どっち？そっちか。こっちも削れんじゃね？あ、いいね。OK、これは知ってる。あー、これマスターソードも良かったな。まあいいや。せっかく揃ってた重心の剣だから、使っていこう。で、これ早いから、トラブル、間に合うよ。OK。間に合っていく。OK。なんか撃ってきてる。あー、回避できねえか。なんか嫌な予感するな。これ何？しかし、削れていく。さあ、これリンクも、巻き込みたいが、硬くないやつ？何あれ？これ間に合うか？多分間に合う。よし。こいつ動きは遅いからな。こういうとこ間に合うんだよ。危なっ！ちょ、お前邪魔すぎる！邪魔しないで俺を。どこ？何あれ？こんな攻撃あったっけ？あれ消えた？あれお前、そんな、ナメプして大丈夫ですか？そんなナメプしていいんですか？いいんですかそんなことして。死んじゃうよお前。アストル、これもしかして。あ、まだか。さすがにな。なんか喋ってるね。だから全てが無意味。あれいけない。こいつスキー多すぎだろ。あれ、これガード安定。これは同情するよ、お前のことは。アストルさん。いい戦いだった。お前は、思い出の中で、
じっとしていてくれ。引くのが得策と見える。え、まだこいつと戦うの？もう良くない？もう良くないっすか？あ、100いった。うぃー。これ100の上ってあんのかな？わかんないけど、まあ100いったってことでね。まあ、記念の戦いでした。さあ、次なるミッションは何でしょうか？あいつが来るか、もしくは、まだアストルとの、あれが、因縁があるのか。さあ、終わって、来たね。こっちか。なんだ。見てみよう。厄災ガノンとの決戦。来た。いや、でも、あれか、アストルもいるし、なんだっけ、あれ、憑依ガノンもいるし、これ、厄災ガノンですね。うわー、こういう感じか。で、買い替えても奇襲なしと、制限時間ありと。なるほど。じゃあ、次回、ついに、厄災ガノンとの決戦ですね。これが多分最後のチャレンジなのかな。これが終わったら、まあ、ダウンロードコンテンツの方に、まあ、足を踏み入れることができると。ちょっとね、お待たせして、本当申し訳ないですけども、ダウンロードコンテンツをやるのは、もうちょっと先なんで、もうちょっとお待ちくださいということで、じゃあ、今日はお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。